年6月で日韓基本条約などの署名、あの国交正常化から、まあ、50年を迎えるわけですけれども、まあ、節目を迎える、まあ、来年までにその日韓関係の改善というのは、まあ、あの可能なの、あのお考えでしょうか。まあ、日韓というのはまさに今隣国であってですね、まあ、同じ自由主義を標榜している国でありますから、まあ、そういう意味で、さまざまな問題があってもですね、まあ、お互いに、この話し合いをするということは極めて大事だというふうに思ってますので、まあ、ある意味で、今度の局長会談というのもそうしたことの一つだろうというふうに思います。反面ですが、慰安婦問題ではこれまでですね、日本が法的責任を何らか認めるかどうかというのを焦点になってきたと思うんですが、今回その点についてはスタンスというのはいかがなんでしょうか。慰安婦問題については、日本の基本的な姿勢というのは今まで申し上げてきた通りでありますので、そこについて、この今度の会談で新たなことというのは変わるということではないというふうに思っています。逆に言えばですね、その法的問題 に触れないという形、例えば人道的援助ですとか、そういう形の援助というのは検討の余地というのはあるんでしょうか。いずれにしろ日本の立場というのは何回となく私申し上げてますようにですね、ここは明確になってますので、そこについてですね、協議の中で、どういうことになるかということは現在の段階で控えたいと思います。今日、今回についてはその野党で今後その定期的にまた違うテーマで日韓の方のテーマで続くという意味ですか。日韓の間でさまざまな問題がありますから、そうした問題についてですね、まあ、お互いに協議を開いた会談をする、そのことは極めて有意義なことだろうというふうに思っています。はい。